燃えて溶け出す積み上げた日々など水に沈むこの葉のよう永遠の正義など貫くこのようにはない脳で動く
まずはここまでたどり着けました。あなたのおかげです。この壁の向こうが未明領域、遥かな過去に虚空より飛来しムーンセルに食い込んだ幽星の内部です。本来ならシステム管理者である私でさえ立ち入れない領域ですが、あなたの助力があれば別だ。気持ちの整理はよろしいですか。セラフを守るため、あなたはこの中にいる外敵を排除しなければならない。それが聖杯戦争に勝利しムーンセルからレガリアを授かったあなたの義務。よろしいですね。はい、いい返事ですよ。その調子で躊躇なく力を振るってくださいますよう。仕方がないのです。強力なサーヴァントを連れてきてはここに着いた時点で敵に感知されてしまう。どれほどのトップサーヴァントであれ、ムーンセルに作られたものでは幽星の先兵にはかなわない。勝算はただ一つ、怪物が目覚める前にレガリアの力で倒すのみ。そのためにあなたに来てもらったのです。あなただって負けると分かりきった戦いにサーヴァントを投入したくはないでしょ。中にいる怪物の寝息でしょう。やれやれ、全くおぞましいことこの上ない。ですがこれで私の正しさは証明されました。私とあなただけなら敵に気づかれない。この亀裂から侵入しましょう。物音を立てないよう細心の注意を払って。時間と空間があやふやですね。焼けた飴のようだ。ここは限りなく広いようで限りなく狭い構造なのでしょう。捕食幽星ベルバーは1万4000年前この太陽系に現れました。それがこの構造体です。幽星は欠片となって月の裏側に刺さり、物理的にムーンセルの内部に食い込んでしまった。内部からのハッキングですね。かけらはムーンセルのネットワークに接触し、このように疑似量子の世界に自分の領域を作った。ムーンセルは侵食してきた幽星のかけらをネットワークから遮断、光の届かない未明領域とすることで。しかしそれが限界でした。ムーンセルはムーンセルを守れても、幽星はムーンセル内のリソースを利用し地上に自分のデータを送り、マテリアルボディを構築した。それが1万4000年前に地上を滅ぼした白い巨人、セファールと呼ばれるアンチセルです。この先にいるのはその本体。文明を破壊するためだけに生まれた怪物。いいですね。くれぐれも用心し、気を許さないように。セラフを守り、斧がサーヴァントのもとに無事に帰りたいのなら決してためらわないことです。惑わされないように。これは地球の風景を再現しただけのもの、幽星の本質ではありません。まあ、あなたの気持ちは理解できますよ。私も意外すぎて目を疑ったものです。地上を滅ぼした巨神がまさかこんな金銀財宝に埋もれた部屋に封じられているなんて。静かに。
音を立てて歩かないで。敵はもう目の前だと言ったでしょう。気をつけるのです。この質量とは、なんということか。こんなものは今の人類の手に余る。アルタミラの石碑、セファールの巨人、これが月すらも滅ぼす異様。さあ今すぐ攻撃を。レガリアでムーンセルの力を引き出し、あの首を断ち切るのです。おはようございます。あなたはどなた？早くレガリアを。セファールはまだ目覚めきっていない。今ならまだ間に合う。早く、一刻も早くこの怪物の息の根を止めるのです。何を言っているのです。あなたはムーンセルの代理人、レガリアを授かったセラフの開拓者だ。確かに恐れるのも当然でしょう。相手はただ人型をしただけの人間とは異なる異形なのですから。だが倒すしかない。囚われた我々が自由を得るにはそれしかない。あなたがあれを倒すしかない。だってそうでしょう。そのためのレガリア、そのためのムーンセルなのだから。レガリア、そう、ムーンセルは自閉を選んだのですね。当然の選択とはいえ、となるとそうか。私と戦うというのか。お前はそのために我が寝台に忍び込んだのだな。愚かすぎます。アリが人間に挑むどころの話ではありません。ああ、まったく。
相変わらず人間は。なんという、なんという、なんという、なんというあっけなさ。素晴らしい、実に素晴らしい。素晴らしいぞセファール。予想通りとはいえ、ここまで簡単に済むとはな。痛快なことこの上ない。万が一のためにと身構えてはいたが、一撃であっさり終わって何よりだ。そしてお疲れ様、ごきげんよう愚かな神王よ。ムーセルも判断を誤ったな。ん？まだ分かっていないのか。要はあれですよ。あなたは疑うことなく私に騙され、いや、レガリア所持者があなたのような善人で本当に運が良かった。私欲にふける人間であれば誰も信用しなかっただろうからね。最後の教訓だ、覚えておくといい。悪人は世界を壊さない、ただ乱すだけだ。では壊すとしたらそれは誰か。無論言うまでもないことさ。いつだって、いつだってお前のような善人が世界の根底を台無しにしてしまうのだから。さて、状況は把握できているな、セファール。レガリアはまさにお前の手の中だ。サーヴァントでは破壊できないが、アンチセルであるお前なら破壊はたやすかろう。レガリアを破壊せよ。ムーンセルの機能をダウンさせ、ベルバーを呼び寄せる時が来た。ベルバーを呼び寄せる、ムーンセル側のサーヴァントではないな。何者か。何？そんなことに関心を持つのか。破壊だけが鳥への巨神と聞いたが、まあいいでしょう。私はアルキメデス、ムーンセルの元システム管理者ですよ。今はあなたと同じ優勢の到来を望む者、ベルバー側のサーヴァントに過ぎません。この体を見ればわかるでしょう。あなたと同じく優勢に体を預けているのですから。無駄なこと、それ以上あがいても苦しみが続くだけだとわからないのですか。わからないのですよ、人間というものは。あらゆる断りを手にしていながら、希望だの奇跡だのといった感情で目を背けるのですからね。まあそれも愚者にはふさわしい結末だがね。いいぞセファール、その不純物をレガリアともども握りつぶすがいい。そうだな、レガリア所持者を生かしておく理由はない。私はムーンセルを破壊するのだから。
転移だと。いや、だがここは未明領域、転移はできない。できるとしたらそれはレガリアだけだ。所持者は決して。待て待て待て、正気か。そんな手を本気でやるというのか、あの少年は。私の石室からログアウトしたものが2つ。一体何は。ありえない、なんということだ。自暴自棄にも程がある。レガリアごと自分を3つに分けるだと。自身をレガリアごと3つに。貴様がグズグズしていたからだ、セファール。なぜすぐに殺さなかった。あれは私たちの敵だったのに。それは違う。私もあの人間を殺す気はなかった。何。確かにレガリア所持者を生かしておく理由はない。だが殺さない理由はできた。その霊を返すまで殺しはしない。あの少年は私のものにする。私の許しなくして触れることはできないと知れ。なんだと。貴様、それでも優勢の先兵か。図体ばかりか、その思考も鈍いのか。自らの存在意義をたがえるな、アンチセル。貴様は白い巨人、優勢の涙だろう。ベルバーを招くという使命は。やかましいな、貴様。使命は遂行する。私はムーンセルを征服し、その結果としてベルバーは来訪する。私の役割、存在には何も違えていない。お前は不快だ、アルキメデス。次は加減はしない。二度と私の前に現れるな。なんという無駄を。貴様も通りのわからぬ。まあいいさ。なんであれ、貴様は優勢には逆らえない。貴様は貴様の思惑でムーンセルを落とすがいい。私は私のやり方でムーンセルを落とす。貴様はこの牢獄の中でその抜け殻を守っていろ。降りない人ですね。そう足元で騒がれては迷惑です。あなたは虜になってしまいましたね。あの、もし、できるだけ注意を払ったのですが。私はアルテラ、この石室の主です。あなたの名前を。ああ、人間の名前にそれほど親しみはありませんが、
あなたの名はいい響きなのですね。はい、覚えました。どうか安心して。混乱してしまっているようですね。私が何かも覚えていない。自分が何者かさえもあなたにはわからない。違いますか？そんなに動き回らないで。あなたは先ほど。本当懲りない人。そんな小さな体でまたそんな無茶をするのですね。ですが無駄です。わかりませんか？人間では私からは逃れられないと。私がほんの少し乱暴になればあなたは簡単に捕まってしまう。なのになぜ逃げるのです？本当にそう思いますか？そうであればよかったけれど。そうだな、それは違う。私は味方ではない。私はアルテラ。間違いなくあなたの、いえあなたたちの敵でしょう。私の目的はセラフの侵略、月の聖杯たるムーンセルの完全なる支配。地球の時間基準で言えばおよそ1万4000年ごとの周期で訪れる侵略者。生命にとっての敵であり文明にとっての破壊者。それが私です。いつか誰かがセファールと呼んだ。
勇敢ですね。そんなに怯えているのに私に飲まれまいと奮い立って、さすがはムーンセルに選ばれた人間というところでしょうか。ですが、んなもの抵抗にすら見えません。あなたに自由はないのです、言ったでしょ。あなたはもう虜になってしまったのです。サーヴァントとマスターのことは分かりますね。契約を結んだ魔術師と英霊、私は英霊とはいささか異なるものですが、工事の電脳体として契約はできます。あなたは私の虜、つまり私のマスターになった。ああ、そうですね。確かにあなたの言う通り、ムーンセルの仕組みを利用したものですから、多少私たちの関係とは違いますね。あべこべです。ともかくあなたはマスターです。私とつながり、私からは逃れられない存在。ちょうどそう、私には必要だったのです。石室から出られないこの身に代わって。ええ、言った通りです。あなたに嘘を述べはしません。私の虜なのですから、偽る理由がないでしょ。それでどうでしょう、私のお願い聞いてくださいますか。断れるのですか。そうですね、断っても構いません。その時は私に逆らった。ああ、これは警告の類を示すものです。敵影を自動察知、誰かがこの未明領域へ向かってきているようです。敵はおそらくムーンセルに召喚されたトップサーヴァント。世界を維持するために私を殺そうとする敵です。先ほどの質問は意味がなくなりました。私のマスター、早速出番ですね。私の代わりに外へ赴き、トップサーヴァントと戦ってくれるのなら、一時的に檻から出してあげられます。どうされますか。あら、行ってみますか。それだけの覚悟があるのなら。選出された強力な英霊です。くれぐれもお気をつけてくださいね。逃げられたとでも思ったか。残念だったな。お前は虜だ、石室の中でも。驚いているようで冷静だな、お前は。マスターとしての経験か。
肝が据わっている。まあいい、本体は石室からは出ない。この私は本体が見る夢のようなものだ。難しく考えるな。昼と夜の顔と思えばいい。私はお前のサーバントだ、マスターよ。英霊のようなものとでも捉えるがいい。月に呼べばいい。私もお前を好きに呼ぶ。何？そうか、その感想はよくわからないわ。石室の私が聞けば。余分な付け足しだが、それでも構わない。名付けによる利便性は認めよう。さあ行くぞ。速やかに外敵を排除する。お前の持っているものをよこせ。いや、持っているだろう。そうすることでお前は真に私の虜となる。早くしろ。無駄な時間を費やすな。そうじゃない。それはお前が私にはめなければ意味がない。さあやれ。うん、お前は正しい選択をした。これこそセラフを滑る指輪、ムーンセルの代行権限を凝集させた。この譲渡行為によって私とお前の結びつきは完成されたと言える。レイジュのつながりを感じるだろう。今さら慌てるな。断っていればお前は私に殺されていただろう。お前は謝っていない。自分の命の保護を最優先にする。だが取り返しのつかないという認識は正しい。これでお前はさ、敵を排除しに行くぞ。お前はそこにいろ。案ずるな。戦いが終われば出してやるし、コードキャストぐらいは使えよう。もっともお前が私に力を貸す気になれば。私は戦う者、殺戮の機械だ。他のことは何もできない。必要もない。いや、敵ながら見事な剣さばき。遠慮なしに随分と壊してくれたものよ。
構成プログラムといったか。魂も意志もない連中ではあるが、これでなかなか可愛いところもあってな。この征服王のため自らが砕け散ることも厭わずに突撃してみせる。一流の兵士や勇者の働きまではさすがに届かんが、にしてもお前いくらなんでも壊しすぎだろう。もう少しこう情緒というものは持てんのか。征服王、マケドニアのイスカンダルか。うん、ようこそが征服王。他にこの二つ名を持つ者はおるまいよ。競争なるペルシャの強者どもよりイスカンダルと呼ばれし男も世の他にはおるまい。それでそういうお前さんは何者だ。アルテラ。さーて、機関なだな。これほどの力量であれば思い当たる剣士も 2,3 出てこようものだが、トンと心当たりがない。貴様もしや正体隠しの特技でも持っているか。神明が何であれ世の知ったことではない。当然知っているな。世はセラフの異常を修正するために召喚された。巨神とやらを破壊するのが目的だ。見る限りお前さんは巨神というには小柄だな。大さっきは言ったが悪いことは言わん。世の道から引いておけ。断る。そりゃ押し通るほかあるまい。回り道はしない主義だ。ならばそうしろ、征服王。やれやれ、久方ぶりの限界だ。少しは世の話に付き合おうとは思わんものか。貴様のやってるそれはな、蹂躙でもなし、さりとて制覇でもない。そんなものはいや、どうにも込み入った事情がありそうだ。子供の感触であれば少年から叩き直そうとも思ったが、うん、貴様のあり方をとやかく言う資格もなければ義務もない。人生相談なんぞ柄でもないしな。となればあとはこれしかあるまい。話してわからん相手ならば方向を交える。アルテラとやら、いざ尋常に勝負。その目で見るがよい。これぞ征服王が道。イサオシを得るのはどちらかな。お前と話す気はない。ここで破壊する。あの男の元へ向かう。邪魔をする者は破壊するのみ。敵の力か侮れぬ者よ。世もただ奪われるばかりではないぞ。プラト、好き勝手は。倒すべきは何か分かっているな、マスター。チッ、消えろ。チッ、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 私を神の道と呼んだな。全てを私の足で埋め尽くす。
骨があるではないか。どれ、もう少し殴り合うか。この領域は蹂躙し尽くした。あとは敵将を撃つのみだ。油断はしない。相当するたまらんの勇者殿だ。たまらんの勇者との戦いとはこうでなくてはな。砕け散れ。無様を殲滅する。もろい、あらゆる命を殲滅する。お前の考えなど私は意に介さない。これが結果だ。たとえ手を抜いていようが、お前は間違いなく私に敗北した。最強の者に後を継がせろ。それが貴様の遺言だったな。ダイ、その言葉を使わせてもらおう。最強の者に従うがいい。それを持ち出されては愚の根も出ん。よかろう、負けは負けだ。貴様に従おうではないか。ライダーイスカンダルはこれよりひととき、アルテラなる白きエレーの軍門に下るとする。無論使いこなせるものであればな。来る破壊の道よ。これより後の戦いこそがお前にとって最後の戦いになるだろう。星の文明は終わりを告げる。ゆえに最後、前からの援護の一つもなかったが、マスターとしては十分役に立った。相応に疲労しているだろう。
ゆっくりと休め。無論あちらでだが。無駄に控えさせるつもりはない。かの王が戦う時が来ればその時に召集する。ここは未明領域だ。私と私のマスターである。なんだ、私に言いたいことがあるなら、なら石室へ戻れ。必要が来ればまた出陣になる。魔力の回復もお前の重要な役目だ。いいな、マスター帰りなさい、私のマスター。無事に戻ってくれましたね。ごめんなさい、たくさん魔力を使わせてしまって。戦う時はいつも全力ですから、あなたには時にきつい思いをさせてしまうかもしれません。でもどうかご安心を。魔力すべてを吸い尽くしてしまったりはしません。外の私は少し怖かったかもしれないけれど、優しくしますから。そういう風に気をつけますね。どうかされましたか？あ、もしかして疲れてしまってます？それなら宝具あまり使わないようにしないといけませんね。ごめんなさい、これに入れちゃいますね。少しは回復の効果もあるはずですから。ちょこんとして可愛いですね。念のために言っておきますね。もうあなたには必要ないかもしれませんが、すれ違いは悲しいですから。私のマスター、私の虜、あなたにはこれからも今日のように外で戦ってもらいます。もちろんもう一人の私と一緒です。決して逆らわないでください。逆らったらあなたの電脳体を破壊します。私は通常の英霊とはあり方が異なる。仮にマスターを失ってもいくらか体力を多く消費するだけで、自分の命の保護を最優先にする。それが人間でしょ。その本能に従ってください。何も恥じることではないはずですよね。私を恐れようと嫌おうと、ええ、ですがあなたはもう私のマスターです。
いい